はい、それではマスケドのプライム6と7の違いを紹介したいと思います。これはマスケドのプライム6の、レガシーのシンボリックエンジンで電気回路の抵抗を求める問題を、関数として作ったものであります。まあ、この辺にちょっと関数見えてますけども、シグマと、まあ、コサインサインなどの掛け算的なものが含まれている単純な割り等式であります。これで、今計算終わった状態ですので両方とも正しい結果が出ています。で、同じファイルをプライムの7で読み込んだのはこっち側です。どこにもエラーはない状態です。で、今すべての計算を抽出しました。そして自動計算で計算開始と、こちら側も自動計算で計算開始と、そうするとこっちの方はすぐ黒くなってきて一番最後の時間がかかりますけども、はい、計算全部終わりました。まあ、この複雑な分数以外はクリックした瞬間に終わってます。でもプライム7の新しいシンボリックエンジンだとまだ1個目、一番単純なやつなんですけども、1個目を計算しています。この 2D の1というのは四角形の対角抵抗を求めるというので、まあ、1オーム、2というのは 2×2 の対角抵抗を求めるというのでアムメ抵抗の対角抵抗は2分の3オームという、対称性を使えば一瞬でわかる答えですけども、こちらは一瞬で出ますけども、こちらはめちゃめちゃ時間がかかっております。もちろんこの計算のレガシーをやめてもう一回計算させますと、こことここは早く計算終わってます。で、あとはまあマルチでやってるので結構時間かかるということになります。こちら側は今もう単独のスレッドでやってますので今やっとこっち終わりました。ということで、レガシーに比べて新しいシンボリックエンジンは恐ろしく呪いということがわかります。多分途中まで行くとメモリーオーバーフローで、計算できなくなってしまうと思います。もちろんこっちも、マルチスレッドにして計算をやってやると、こことここのイコールで評価する数値計算は、問題なく解けます。問題はこのシンボリックの方がめちゃめちゃ時間がかかって解けないということです。レガシーであれば自動計算開始であれば一瞬で計算が終わっているということで、いかにプライム7の新しいシンボリックエンジンが、呪いかということがよくわかります。以上です。